こんにちは、速稼塾の久保です。この花龍馬シリーズですけども、今は300数十話ぐらいですかね、続いてるの1年以上にわたってお送りしてますけども、今回はですね、勇気というテーマについてやり取りをしてるんですね。で、今回でこのテーマもちょっと切り替えていこうとは思うんですけども、前回ね、勇気には鍛え方があるのか、勇気っていうのは先天的なものなのか、この2つについてね、花龍馬さんなりの考えはないかなと思っていたんですけども、皆さんいかがですかね。私はね、勇気は生まれつきあるもので、鍛えようがないと思ってるんですよね。ですので、勇気がなければ、別のファクターで自分を積み上げていくしかないのかなというふうに考えているんですが、もちろんね、勇気っていうのは鍛えることができるんだよっていう考え方もあると思うんですよ。私は今のところ、勇気は鍛えることができないっていうふうに触れてるんですよね。というのがね、いつまで経っても、決断できない人、ね、そしていつも決断が早い人、これほとんどの場合決まってるからなんですよ。だから100人が100人とも勇気は鍛えられないってわけではないんですが、大体多数派としてはですね、勇気ってものは生まれ持ってなければもうずっとないんだなというふうに思っちゃってるわけなんですよね。それは例えばですね、生まれながらにしてかけっこが早いとかね、生まれながらにして記憶力がいいみたいな部類になるのかなと思います。もちろんだから生まれながらにして記憶力が悪かったんだけども、後天的に特別なトレーニングで何とかしたっていう例があったりね、生まれつき足は速くなかったんだけども特別なトレーニングでそれを克服したみたいな例はあると思いますんで、完全に私もね、勇気が生まれつきないからずっとないんでしょってことはないんですよ。ただその特別なトレーニング方法については今のところあんまり思いついてないんでね、私のカリキュラムの中に勇気の育み方っていうのはないわけなんですよね。ですけどもね、勇気がなければないで別の能力でそれを補っていくってことはできると思いますので、そこら辺についてはお話してます。ということで、最後のね、メッセージになりますけども、ここまでを見て花龍馬さんはどのようにお感じたかな、そして他の方はどのようにお感じたかなってことをちょっとここで発信したいと思います。そしてね、次からの話題なんですけども、手取り14万っていうところにね、フォーカスしてみたいと思うんですよ。以前なんですけども、ある有名なインフルエンサーさんがね、堀江貴美さんとかが、その手取り14万、お前が終わってんだよみたいなことを言ってますけども、いや、これね、私も言いにくいんですけども、確かにね、ずっと年収が上がらない人って何なのと思うわけなんですよ。それは年収の上がらないようなことを続けているからで、年収が上がるようなことをやっていれば上がると思うんですよね。逆に年収が下がるようなことをすれば下がると思うんですよ。全ては自分の選択と行動が未来の結果に結びついてるっていうのは変わらないんで、世の中がこうだから自分がいくら頑張ってもダメなんだよっていう理屈にはならないと思うんですよ。必ず突破口があると。この1年半の感染症の中でも、それをちゃんとね、捉えてリモートで利益を上げてる方とか、打つ手はないんだけども新しい、道にね、自分の突破口を探り出してる方、いわゆるそこには挑戦ってものがあって、今までの壁を壊していくってことの繰り返しがあるのかなと思うんですよね。そう考えると、手取り14万でお前が終わってんだよっていうのは厳しいようですけども、本当にその通りなんですよ。だってその暮らしを続けてるのは誰なんですかと、堀江貴美さんですか、私ですか、あなたですよねってことですよね。もちろんいかんともしがたい状況がある方もいると思いますけども、全員が全員そうではないんですよ。よく言います、一部の方しか成功できないってね。これ分かっているんだったら、その一部の方になっていきましょうってことなんですよ。一部の方しか成功できないっていうふうにして、一部じゃないところに居続ける選択をするのか、それとも一部の人でも成功できるんだ、だったら自分はその一部の人になっていこうかなと思って新しい道を歩み始めるのかは、もうあなた次第ということなんですよね。ということで、今回の動画はちょっと短めですけどね、この辺でまとめたいと思います。いかがですかね、勇気の育み方、勇気は生まれ持ってあるものなのか、そして後半では手取り14万の真実、こちらの方についてね、何かコメントをいただければと思います。よろしくお願いします。